はい、皆さん、僕はちゃん、岐阜のコミチンです。空港ですね。今日はですね、画家すぎるいとこの、イベントに行くためにですね、セントレア空港に来てまして、ガンちゃんも同行してくれることで、おなしゃっす。おなしゃっす。とりあえず、明日が本番なんでね。そうですね。うん。明日が本番で、今日は、まあ、参りという形でね、一旦、向こうに着いといて、様子見といて、明日がね、本番になりますので、とりあえず博多着いたらラーメン食いたい。食ってー。ちなみに今回のジェットスターね、使いますね、はい、経費削減ということで、はい、すごいね、格安航空8000円でした。8000円。すごいね。でも帰りの便は6000円。そんな安かった？うん。あれ？帰りの便の方が安かった、なんか。すごいね。はい。感謝です。さあ、我々が乗るのは、ジェットスター。ジェットスター。いや、そうしようね。お安いんです。すごいね。ええ。うん。しかもいっぱい歩けるよ。そうね。ターミナル歩けるよ。第二ターミナルというね、ウォーキングコースをこうめっちゃ歩いたよね。ね、歩きましたね。少し健康的になりましたね。はい、というわけで、博多駅にね、到着しまして、お腹空いたんで、ラーメン滑走路。ラーメン選び放題よ。うわシュ滑走しちゃうね、これ。福岡来て、ここで、うん、勢いつけてこいと。そうね。はい、というわけで、2日目です。時が飛びましたね。おはようございます。昨日ね、ラーメン食べた後、阪急でね、画家すぎるいとこと合流して、今ね、ばあちゃん家に、泊まって朝という感じですね。で、仏壇がね、ありまして、昨年の夏ですね、おばあちゃんがね、ちょっとコロナで亡くなりまして、なかなかね、ちょっとご挨拶に来れなかったんですけど、やっとお別れの挨拶ができたということで、これでね、僕のそのおじいちゃん、おばあちゃんと呼べる人がね、もうこれで一人もいなくなってしまったので、すごく寂しいんですけども、まあね、今日こうやって、いとこの、出る仕事に僕がこう仕事で関われるというか、なんかね、そういうなんかこう孫のつながりをね、まあ、天国でね、おばあちゃんを見てくれてるんじゃないかなと思いますので、今日は頑張りたいと思います。ちなみに、昨日お昼ラーメンだったんですけども、夜もラーメンでした。あ、うまかったですね、はい、朝ごはんはね、純日本の朝ごはんみたいなね、美味しかった、お味噌汁美味しかった、いとこのお母さんが作ってくれまして、やっぱ九州の味噌はさ、また違っていいね。お上品でしたね、白味噌ね、うん、美味しかった。たまに食べたくなるね。阪急へ出発。メンズニベア。行きましょう。眠たいっすわ。
はい、というわけで、到着しました。大開運転ね、大開運転、絶賛開催中でございます。で、実はね、時間がもう2時前です。10時にね、到着したんですけども、ちょっとね、思ったよりたくさんの方がね来てくださいまして、お話ししてたりこういろいろしてたらもう2時ですね。はい、でやっとね、今一旦ちょっとね、落ち着いたので、やっと動画撮れるかなという感じで回し始めたんですけども、ででん、お疲れ様です、店長。ね、そういう設定やったね、一応ね。画家すぎるいとこですね、浜武武。疲れたね。ね、もう疲れたね。はい、午前中ちょっと忙しくて、そう、お昼も隙を見て食べに来ました。ね、社食に。ささっと食べた。社食がすごく美味しくて、僕ごぼ天うどん食べたんだけど、写真こんな感じです。はい、とっても美味しかったです。じゃあね、今からこの動画を見てまたね、23日まで一応やってるので、動画公開後もね、まだ少しやってると思う、まだ間に合うと思うんで、今後来る方のためにね、どんな感じなのかもとか、まあ来れない人も多いしね。そうね、どんな感じだったのかをちょっと、今日の本当コミチンのファンの方が昨日のね、参りで連泊して遠くから来られて、明日コミチン来るんですかって言われて、昨日の時点でね、来ますよって言って、今日僕らとほぼ同じぐらいのタイミングで来られてね、開店と同時に来られて、本当にありがとうございました。もう僕からもありがとうございました。すごいたくさんのね、本当コミチンファンが九州とか、まあね、山口とか近い近隣の県から来ていただいて、すごく意外とね、意外といるんだよ。意外と人気なんだなって改めて、うん、ありがたいことです。さすが店長。店長でも絵のことはよく分かってなくて。はい、いっぱい飾ってあるよね。そう、いっぱい飾った、飾ってあるけど、招き猫とだるまが今回はメインというか、はい、僕がコロナ禍でちょっと、アーティストになろうと思ってフリーになったタイミングでコロナ禍になったので、そんな自分を鼓舞するために縁起を担ぐ、招き猫だるまを描いているっていうのが、一つのルーティンとしてありまして、それはその歪んでいるのは、その一生懸命やっている姿は決して整ってはいないっていうので、招き猫だるまを歪んで描いています。確かに、歪んでる、はい、でそれ去年も博多阪急さんで展をさせていただいて、でその時に招き猫だるまが結構人気だったので、来年じゃあそれをメインの展示をしましょうということで今回、実現したわけですね。なるほど、はい、古典ってさ、なんか僕よく分かってないけど、その「この絵ください」って言ったら、買えるもんな、買えるもんね、買えるもん、古典こういうのが多分そうですね、売約済みみたいな、そうですね、買えますね。もちろん見に来るだけで、どんな作品が、すごい写真とかもいいの撮って、もちろん写真撮ってもらって、僕の個展は全然写真撮ってもらって、むしろそれで宣伝していただくとありがたいなと思っております。これステッカーとかも一応売ってるね。そうステッカーとか、ステッカーとかね、作品集とかね、今回はね、掛け軸とかね、提灯とか、掛け軸、あ、本当だ、掛け軸、掛け軸、提灯、そういったものも作ったり、で今年の干支である龍、の作品も辰年なんで、この龍とかは角度によって色味が変わるので、ぜひ会場、僕の作品は結構原画を見て、感じてもらえることがたくさんあると思うので、ぜひ会場に来てですね、見てもらいたいなと思います。どうガンちゃん。すごい、言われればこっから見るとね、
銀、青銀っぽく見えるんですよ。でも、うん、正面から見たら金っぽく見えるんですよ。ねえ、確かにね、うん、角度によって色が。あとね、今日は可愛いお手伝いもいまして、画家すぎるいとこ浜竹たけしの息子ですね。息子です。ジュニア、はい、かっこいいの着てるやん。サムライビーチ、どがやね、どがやね、照れてるやん。自分が映りたいって言ったのに照れてるやん。はい、というわけでね、さっきの動画を撮ってる最中にまたね、視聴者さんが来まして、今度こそ落ち着いたと思いましたら、もう4時過ぎです。はい、ここはね、今日僕5時までなんですけど、入れ替わり立ち替わりで結構なんかいいバランスで本当来てくれて、終わったなと思ったら次の方見えて、その繰り返しでね、4時過ぎまで来ましたと。ということで、でもそのおかげで結構なんかこう、結構ね、一組一組、自分で言うのもなんですけど、割と丁寧にね、対応することができたと言いますか、結構、会話がね、しっかりできたなっていうふうに思うので、まあ、久々にね、福岡来まして、急遽だったんですけど、本当急遽だったんですけど、まあ、来てよかったなと、一日店長してみてよかったなというふうに思いました。竹内さんもありがとう。あ、ありがとう。むしろあれだね、本当にお世話になりました。どういたしましてだね。お世話になりました。僕も頑張ってくれてね。ハクさん、うん、はい、カメラマンめっちゃ頑張ってくれたよね。そう視聴者さんとの、カメラマンをね、ハクが頑張ってくれて、うん、皆さんとの ね撮影をしてくれました。はい、福引きも別にね、いや本当によく頑張りました。今日はしこたまバイト代もらえるで。そうやな。ありがとう。っていう感じですね。何度も言うようですけどね、23日まで、23日だよね。23日まで、個展の方はやっておりますので、お近くの方はぜひ、足を運んでみてください。じゃあ帰ります。ありがとうございました。はい、というわけで、自宅に帰ってきました。疲れた。ついさっきのね、動画4時過ぎだったんだけど、意外とね、そこからダダダダッと来て、3、4組ぐらいかな、滑り込みでね、来てくださりまして、あ、5時までっていうのがね、しっかり伝わってたんだなというふうに思いましたね。まだいるかなと思ってギリギリでこう来ましたみたいなね、感じで来てくださり、どうもありがとうございました。で、今回ね、1週間前の告知でね、かなりこうタイトなスケジュールだったので、まあ10人ぐらい来てくれればいいのかなっていうふうに思ってたんですけど、おそらくステッカーの減り具合からして多分ね、5、60人もっとかな、うん、まあぐらいわざわざね、こう会いに来てくださいまして、ほんとね、いい触れ合いができたと言いますか、普段ね、こっちの方でやってると結構ね、よく見る顔がね、増えてきたんですけど、やっぱり九州の方でね、お会いした方は初めてお会いする方だったり、ほんとなんか2年前3年前のイベントの時にちらっとお会いしたみたいなね、ステージ越しで会ったぐらいの感じだったんですけど、まあ、かなりね、お一人お一人とこうお話がね、しっかりできたんじゃないかなという、そんな一日店長体験でしたね。であとはね、会う方にね、ホルモン楽しみにしてますっていう風にね、結構言ってもらえてますので、そっちもね、引き続きこう頑張らなきゃいけないなという風に思います。まあ、ウーム専属をやめたので、そのユーフェスとか、ウームがね、こう、主催する全国のファンミーティングみたいなのね、参加することはね、できないんですけど、まあ、こうやって、自主的にですね、やっぱ岐阜を出て、その地域ごとにね、なんかこう、僕自ら会いに行く活動っていうのもね、なんかこう、いいなっていうふうに思いましたね。まあ、ただしんどいけどね、うん。っていう感じでですね、改めまして、博多阪急にお越しくださいました皆様、どうもありがとうございました。っていう感じですね。
岐阜のコミチンに改名してからまさか一発目のね一日店長が博多というまあねいとこからの依頼だったんでね、まあ半分こう前々から決まってたものなんですけども、岐阜県内でもですね一日店長の依頼お待ちしておりますので、まあそういうのをね依頼したいよっていう方がもし見えましたら、概要欄のリンクがねありますので、そちらの問い合わせフォームからぜひ依頼の方お待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。